毎回あのお兄ちゃんのお部屋でねショールームしてるんだけど、あのね顔が真っ白になっちゃうんですよ、白飛びしちゃって。でねいろいろね頑張って調べてみたらば、なんかねやっぱり黒いものが映ってるとどうしてもそれが強いからなんか顔バーンってなっちゃうらしく。でねこの画面内で黒いといえばきっとこの扉じゃないですか。それで私は考えたんです。そう、取っ手のところに明るい色のタオルをかけたら、かけたらばちょっとね、不安が軽減されるのではないかと思って、かけたらすっごいだらしない見た目。天才でしょ、ちょっと褒めて。そう、なんかそう、あんまり白飛びしなくなった気がする。ちょっとは天才でしょ、ちょっと褒めてください。知恵と頭を振り絞りました。天才は現れてて草。やばい、待って、充電をしようね。待ってね、これ充電できてるはずなんだけどな。できたかな、多分できたはず。うん、多分多分。あ、ちょっと白飛びしてきましたね、また部屋干ししてるのかと思った。ちょっとね部屋干しに見えてしまうんですけど、なんかいいのないかな。兄ちゃんの部屋だから何もないな。ちょっと今度ここにクマさんとか持ってくるね。いかに部屋干しに見えないようにするかが今後の課題となっていきます。また次回の配信までに知恵と頭を振り絞って最善を尽くしたいと思います。わっ、天才ちゃんだって、嬉しい、みんな褒めてくれる、優しい、天才です。うん、はい、ということでですね、そう、ほんとお話ねすることがたくさんあるんですよね。今日は今日は何から話そうかしら、何から話そうかな。うん、まずやっぱ昨日のことかな、昨日のことから順々お話ししていこうかな。ウイダチから。あの2002年生まれの12月15日で多分ねそっから行くとあと2日はかかるかもね。私のこのペースだと。そう、まずはそう昨日の肌つぐ声千秋楽からお話ししていきますね。そう、昨日でなんと門継ぐ公演が千秋楽を迎えたんですよ。でもね本当に本番終わしてる時も終わった後も全然実感がなくって、そう、もちろん寂しさもあったんだけど、それよりもねめちゃくちゃなんて言うんだろう、いつも通りの門継ぐらしさというか楽しさがファッ昨日は出てたんじゃないかなって思うんだけれど、昨日ねふと帰ってきてメールを書いてたんですよ。そしたら急に実感して遅い。そう、メール書いてる時にやっと千秋楽を実感してすごい寂しくなりました。そうそうそう、鍵穴、あーそう、鍵穴は実は昨日の公演後にニャーニャーと門継ぐと4人で配信をして、その時にちょっとお話ししたんだよね。そう、なんだったっけ、あ、そう、そう、その時にまあお話ししたかきっと分かる方もいらっしゃると思うんですけど、あのね昨日はそういつもファンの方がたくさんお花を送ってくださるんですよ。そう、それが嬉しくて、そう、よくお写真撮り合いっこするんですよ、お花持って。だから後で写真撮ろうっていうの話してて、でそのいつも鍵穴って大体一人でするものなんだけれど、
このツグはいつも2人でやってたんですよ、鍵穴を。そうだから鍵穴のタイミングでよくこう2人で一緒に鍵穴のところまで移動するんですけれども、そのね移動途中にお花が届きましたって、これは小熊さんのお花です、これは門さんのお花ですってこう並べられてる道があって、でそこ通った時に後でこれで一緒に写真撮ろうねって言ったら、なぜかお花のことをお花って言っちゃって、私が謎にそれに二人でつぼってしまって、そうなんか なんでつぼったのかわかんないんですけど、なんかスティッチじゃんみたいになってなんかそうイントネーション間違えちゃってお花って言っちゃったら、それにつぼっちゃって、そうそしたらああなりました千秋楽なのにボロッボロの会議穴をお送りしてしまって、そうなんですよ、そうお花お花の方のイントネーションにしちゃって間違えて、そう それが鍵穴事件の真相でしたもう笑いが止まらなくなっちゃって、はあ困った困った、お花でしたね。そうもう千秋楽を迎えてしまった、わーやばいやばい、ポチのチャック閉めるの忘れてたんだった、やばい、あーよかったよかった、ちょっとお待ちね、あーよっきゃあーびっくり。そう千秋楽なったんですよね、えもう金継ぐ公演が昨日で最後だったって思うとねえ、なんか不思議な感じだよね、きっとみんなもそう思ってくれてるかな、うん。お花についてるカードとかって持ち帰れるの？そう持ち帰れるの、そうお花ももちろん嬉しいし、それと一緒につけてくれるメッセージとかカードとか写真とかもめちゃくちゃ嬉しい、本当に嬉しいんだよね、うん。金継ぐニャーニャーね、そう実は金継ぐ公演が始まった時もニャーニャー公演と一緒だったんですよ、だから金継ぐの終わりも始まりも一緒にニャーニャーとできたのが本当に嬉しかった、楽しかったな、うん、時間湧かないよね、わかる、あなんか可愛いの飛んできた、ありがとうございます、タコクリクリおめめのツグタ、え嬉しい今日カラコン違うからかな、今日はクリクリカラコンです、クリクリカラコンいつもとちょっと色違うんですよ、うん、来月から僕と公演しない？しない OK 自己完結しちゃった自己完結しちゃったねそう私そう今までは門継ぐとスモアアイドルエッセンス公演とクラクラちゃんのクラディクラディ公演と、うわーサーカスびっくりしたすごい声出しちゃった、ありがとう、お猿が飛んできました、かわいい、そうで3つだったんですけど、昨日カノツグが千秋楽を迎えて2つになったので、ぜひ私と一緒に公演しましょう皆さん私たちそう昨日誕生日だったので祝ってほしい、あらおめでとう、おめでたいね、グッズになったんだい、グッズになったの、ハッピーバースデーデーユー、おめでたい、ありがとうね見に来てくれてねフフ初日はシートあってステージよく見えなかったの、えそうだよね、めっちゃ懐かしい、そう始まったのがコロナ禍の時だったんですよね、コロナ禍の影響で今まではメンバー全員16人とか
チームに分かれて公演はしてたんですけど、それがねできなくなっちゃって、そこから今のユニット公演っていう体制が始まったわけなんですよ。そう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 なの。だから最初はそうみんなとも感染対策ということで、ステージとみんなが見てくれている客席のこのなんていうの間に透明のシートみたいなのがベーって貼られてて、本当にアクリル板のちょっと優しいバージョンみたいな、優しいバージョン柔らかいか柔らかいバージョンみたいな層が貼られてたんだよね。ねえ懐かしい、反射してたよねきっと。新潟県民しか応募できなかったりで悔しかったのね。そうだよね、そうなの。それもねまたコロナ禍の影響で、そう最初の頃はまだ県外の方はお申し込みできませんっていう風になってしまっててね、そう県内の方が見に来てくださったりだとか、あとはね県外の方もみんな DMM でもね来てくださったり、本当にありがとうございますね。県外の方も OK ってなってからは県内県外関係なくたくさんの方がねいっぱい手拍子とかで盛り上げに来てくださって嬉しかったな。ライトが反射して大変だった。そうだよね。でもねちなみに言うとね、ちょっと私実はホッとしてた部分があって、あのそのねステージと客席の間に透明のシートがあることで、もちろんみんなのお顔とかも私たちからはっきり見えるんだけど、自分たちの姿も反射して映るわけですよ。でね、ほんと門塚公演最初の頃はもう覚えたてだから不安で不安で、でね、まあ我らが門大先生がもう完璧なんですよ、ダンスなり歌なり全部。だから不安になった時はその反射を使って門のこと見てましたこれちょっと今だから言えるそう実はその反射を使ってチラチラ角のダンス確認してた時あったそうでもだんだんね慣れてからはそうどんどん自然体で確認せず楽しめるようになったんだけど、ほんと最初の頃はそうずっと角のこと反射でチラチラ見ながら踊ってましたね実はね、うん、そう裏技みんな覚えといた方がいいよ、テストに出るよテストには出ないけどそうタタヤカフェベも再日程決まるといいなね。ほんとに結構ね今延期しちゃってるのとかもあるもんね。やりたいよねカフェベと。そう今度は絶対私がみんなに会いに行くんだって思ってたから早くやりたいよね。そういつもね県内の方ももちろんだし、県外の方はそうたくさんお時間とかかけて新潟までこう公園見に来てくれたりとかね、そういっぱい会いに来てくれるから、そうだからね、そうそのツタヤのカフェイベントが渋谷のツタヤカフェかなでのイベントの予定だったから、そう久々に私たちがそう県外東京のみんなに会いに行けるっていうそう状況だったからね、早く開催したいよね、会いに行きたい。新しい私をすぐに見せたいな、見たい、会いたいね早く、楽しみすぎる。そろそろ会って話したいわよね。ねえ本当にそうよね、みんないつ会えるのみんないつ会えるんだ、いっぱい会いたいよねみんな。みんなでも本当にね、そうこういう何気ないショールームのコメントとかでもめちゃくちゃ寂しさが半減されてます。そう SNS とかも嬉しい。そうそうねえ本当に本当に、そうそろそろなんて標準語使ってしまい泣きたいよろっと新潟弁、あもう染まってんな
あなた染まってんね、もしや。新潟はヨロットだからね。ねえ、会いたいな、みんな。そう、あとはですね、今日のお話もしようかな、今日のお話もしようかなと思うんですけれども、なんとですね、今日は新潟国際情報大学の卒業式にサプライズゲストとして参加させていただいてきたんですよ。すごくない？まさか大学の卒業式に参加させていただける日が来るだなんて、びっくりで。そう、また後で詳しくメールでも送るね。そう、初めての経験だったのよね。なんか今まで何度か小学校だったりとか中学校だったりにお邪魔させていただいて、そう、なんかなんて言うんだろう、楽曲披露させていただいたりとか、お話させていただいたりとか、あと MV 撮影とかもね、そう、あと高校もそうだね、させていただいたことがあったんだけど、卒業式っていうのが初めてだったから、また全然雰囲気が違うんだよね。そう、しかも大学生ということで、本当に自分よりも先輩の方がたくさんいらっしゃる状況の中で、そう、とっても緊張しましたけど嬉しかったな。めちゃくちゃ貴重な経験ですよね。そうね、なんかさ、卒業式ってさ、もう大大大一大大大イベントじゃないですか。大道出てたけど、そう、めちゃくちゃイベント、重要イベントじゃないですか、学生生活の中でもきっと。そう、だから、そう、ちょっとでもそのサプライズゲストとして参加させていただいたことが素敵な思い出のね、片隅になっていたら嬉しいなって思うな。そう、大学に入りたくなった。そう、でもね、袴姿の方がたくさんいらっしゃって、めちゃくちゃお綺麗で可愛くて、袴を着るために大学入りたいなって思った。理由、同期が袴。そう、袴姿めちゃくちゃ可愛かったです。うん、そう、曲もね、何曲か披露させていただいたんですけれども、 NGT48 からは MAX 時315号を披露させていただいて、あとは NGT48 にシグナルっていうバンド編成というかユニットグループがあって、2期生の川越さやちゃんと古舘葵ちゃんと三村ひのちゃんの3人が組んでいる、そう、三村ひのちゃんがメインボーカルとかボーカルで、古舘葵ちゃん、葵ちゃんがピアノで、さやがギターで、そうで、結構いろんな曲をそうしていたりするんですけど、そのね、葵ちゃんのピアノとギターに合わせて、そう、一緒に桜の木になろうとリムミュファイブを歌わせていただいて、本当に楽しかった。なんかやっぱり、そう、あの音源っていうのかな、音源で歌うのもめちゃくちゃ楽しいんだけど、またね、メンバーが奏でてる音と一緒に歌えるっていうのがね、めちゃくちゃ楽しかったんですよね。すごい素敵だった。そう、桜の木になろうはもう葵ちゃんのピアノが綺麗すぎて、そう、なんか私実は小学校の1年生くらいかな、1、2年生くらいから NGT に入るまでピアノをやってたんだけど、もう本当にあの自分のなんていうの、ピアノってさ、なんていうの、音がさ、はっきり聞こえるように弾けるのが目標というか、なんかなんていうんだろう、一粒一粒音の粒が綺麗に聞こえるようなピアノの弾き方ができなくって、そう、でも葵ちゃんのピアノって音が一粒一粒めちゃくちゃ綺麗なんですよ、はっきりしててっていうのに、そう、今日初めて一緒にね
あーちゃんのピアノに合わせて歌わせていただいて気づいて、めっちゃ上手だった。桜の木になろうのね、もうあのイントロからもう素晴らしいじゃないですか。すごい良かった、あーちゃんの弾き方がまた素晴らしくて。そうで、サーヤはアコースティックギターで桜の木になろうがやってて、でギブミーファイブでギターをチェンジして、今度エレキの方でやってて、もうエレキのサーヤかっこよすぎて惚れちゃった惚れちゃったそうリハの時もずっとかっこいいって見てた。めっちゃかっこいいね。あとはひのちゃんがそう歌がすごく上手で、いろんな知識をみんなに共有してくれるんですよ。でいっぱいコツとかも共有してくれて、すごいなんか楽しかった。バンドに入った気持ちになったそうめっちゃ楽しかった。そうそう楽しかったな。そうでも緊張した、桜の木になろうとか特にね、すごい卒業ソングが染みましたね。もう染みる染みるって感じで、本当に卒業ソングっていいよね。どこかにギター練習する言うてた人おったな。どこの誰かな私かな。いやどうか、でも記憶にないから、ほな私とちゃうかミルクボーイさん出ちゃったほな私とちゃうかそんな時代もありましたね。時代そんな時代もああだねと。そうだよね、そんなこと言うてました。確かに私そんなこと言うてました。ちょっと待ってね、充電できてないですか。コンセント刺さっておりますよね。頼みますよ。よいしょよいしょ。お、充電できてるはずなんだ。わあめっちゃおでこ、ごめんねちょっと待ってねちょっと待ってね。よいしょ、これでできたはず、多分大丈夫。失礼いたしましたもうそんな時代もあったんですよ。送りました、こんばんは、わ嬉しい、こんばんは嬉しい。あ、そう、兄ちゃんの香水が上の棚にガチ兄ちゃんのお部屋そうそう、確かコロナ禍の時だったかな。コロナ禍の時で、そう私の兄ちゃんがそれこそバンドをしているので、そうギターとかをしていて、そうそうでちょっとギターをね教えてもらおうと思って、兄ちゃんからねコード教えてもらったりだとかしていたんだけども、断念しました多分ね、よく三日坊主とかって言うと思うんですけど、多分3日も続いてないかな。いや3日続いたかな、どうだろう。そうでもね、本当に難しくて、ギターがもうね、もう手が届かなくって、そうびっくりしちゃった、あんな難しいんだと思って。だからこそなおさらサーヤが本当にかっこよくて大尊敬で、ギターしますみたいな証拠動画ありますよ。やっべうわ、なんか私さ言った気がする、この自粛期間はギターを極めたいと思いますみたいな言った気がするんだよねやばい記憶蘇ってきた、やばいやばいね、しっかり証拠残っちゃってた。ダメか、
ごまかし聞かなかったな。つぐみさん、ドラムは？ドラムね、ドラムはそう、小学校の時ちょっと太鼓やってたから、ドラムはいけるんとちゃいますか？いや、そんなことない、すいません、すごい素人がこんな口叩いてすいません。ドラムもね、してみたいなけど、絶対難しいよね。頭の回転早くないと難しそう。足と手を同時にこう動かすわけじゃないですか。こんがらがっちゃいそうだよね。ね。でもつぐちゃんみたいなふわふわした子がエレキギターバリバリ弾いてるのも見てみたい気もします。本当？そんな本当？じゃあギターしちゃおうかな。絶対続かないやつ。ちなみにここにもギターがあります。兄ちゃんのギター。兄ちゃんのギター、本当に難しい。これそれこそエレキかな、かな、多分。そうね、かっこいいよね。ねえ、そうやってみたい。楽器できたらかっこいいよね。つかいつの日かできることを皆さん期待していてください。多分あと10年くらいかかると思いますが、気長に気長に気長にお待ちください。そう、あー、お猿ありがとう、かわいい。新しいやつだね。ねえ、ギター。そう、ほんとにもうね、手が届かないんですよ。ギターってさ、弦が6本あるじゃないですか。もうほんと、なんだっけ、 Fマイナーみたいなやつさ、人差し指で6本押さえるやつあるじゃないですか。あれ何？あれ何？あれ難しすぎてびっくらこきましたね。全部押さえるって何事？って思って、そう、手つりそうになりながら。そう、あ、そう、 F マイナーか、めっちゃ難しそう。ね、老後にいいかもね。確かに頭の体操として。じゃあ皆さん、私の老後まで末永くお待ちください。老後ちょっと頭体操したいなっていう年代になってきたら、本格的にギターを始めたいと思いますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。うん、そう、一緒にあいみょんしよ、かわいい、あいみょんしよ、あいみょんの曲ギターでしょ。リコーダーね、そう、私ね、リコーダーめっちゃ得意なんですよ、実は。そう、だから多分ね、抑えれる機能はあると思うんだけど、ギターやっぱ全然別物だったね。難しいな。うん、あ、そう、三味線とかね、お琴とかあるじゃないですか。シャメ線とかさ、おことってこうやってポンポンポンってやるじゃないですか。私ギターもそうやりたくなっちゃうんですよね。なんかこう横に持ってこうやるの、こうか、むずすぎて、もうギターをこう寝かせて上からこうやってやりたい。そうってやったら、兄ちゃんにめちゃくちゃ笑われましたこの前。そう、音感、そう、音楽は好きでしたね。音感ねえ、そう、ポンポンポンって、そりゃもうただのおこと。そう、こうやって弾くタイプ。そう、まあギターにも個性があるしね、私はおことタイプです。なんそれ。
大ごとタイプのギターです。どういうことだろうかな。そう、音符は読めるの。そう、音符はある程度読めます。そう、でもなんか音符というよりかは結構音で判断する方が得意かもしれないです。そう、そう、正座でギターいいかも。ちょっと新しいかもなーそれ。ザジーさん。そうそう、ギターって難しいよね。そう、でも弾き語りとかさ、できるようになったら絶対楽しいじゃないね。うん、ハープならいけそう。確かにハープってこうだもんね。あ、私ハープ奏者目指そうかな。そう、ジャジーさん知ってますよ。なんそれ。そう、耳コピ、そうね、耳コピとかできたらね。うん、気が足りするつぐさんがどうしても想像つかない。本当？ロックなんか聞かない。弾いてみたいな。弾けるようになったら楽しいんだろうなって。そう、音楽すごく好きなんですけどね、けどね。すごい音楽が好きで、そうだから好きな曲を歌えるって最高ですよね。うん、あー確かに弾いたら歌うの難しいね。手と口を両方動かさなきゃいけないわけじゃないですか。そう、私ね、容量がそんなに良くないので。どっちかにしたいですね。うん、じゃあやっぱギター無理か。弾き語り無理か。難しいね、確かに手動かしながら口も動かさなきゃいけない。そう、どっちかにしたいですね。うん、つぐみょん。押してください、つぐみょん。ギターいいな、弾けるようになりたいな。誰かにギター弾いてもらって、つぐちゃんがゆったり歌うのが見てみたい。やってみ、結構兄ちゃんがギターの練習してる時とか勝手に口ずさんだりする時楽しいです。勝手に自分が弾けてる気分になる。そうそう、あ、何語だろう、ニーハオかな。ありがとうございます。もう35、もう嘘、早っ。今日も携帯です。めっちゃ早い。わー、久しぶり。そう、あけみ書いた、大人。そう、ずっと最近前髪伸ばしててね、今すっごい中途半端な長さで、すごい難しいんですけど、最近伸ばしてます。でももうだんだん耐えられなくなってきました。切りたいです。そう、でもね、すごいびっくりなことに、いっぱい前髪長いの好きって言ってくださる方がいてくれて、単純なので嬉しくなっちゃって、今頑張って伸ばしてるんだ。そう、そうそう、私は最近隣の小学生のリコーダーに合わせて童謡よく歌ってます。かわいい。弾き語りだね。気が足りだね。うわ、田辺先生、切らないで。じゃあ伸ばそうかしら。めっちゃ伸ばしてるんですよ今。どうですか、嬉しい、お久しぶりに来てくださった。
ゆいおじのお友達もみたいな。優しい、嬉しい。もうそんなの伸ばしちゃう、もう伸ばしちゃう、頑張って伸ばそう。うん、伸ばすね。ちょっと頑張って伸ばしちゃうね。あと何年かかるかな。求婚しちゃいそう。求婚しちゃいそうってきた。大丈夫ですか田辺先生。大丈夫。じゃあ頑張って前髪伸ばそうと思います。みんな見ました？求婚しちゃいそうってコメント、ちゃんと証拠取っといてくださいね。そう、めっちゃもうね、今の長さが一番長すぎてね、もう目に入ってくる長さなんですよね。うん、俺が先生と結婚します。そっちそっちか。つくちゃん俺もっていうの期待してたが、そっか、先生の側だったか、まさかそっちか。そっちか、ちょっとつぐちゃんショックだな。まさかまさかのそっちでしたか。ねえ、乗り越えるんだ、つぐみ。頑張る、頑張って乗り越えるね、この邪魔な時期、邪魔な長さ。うん、伸ばそうって思ってても結局邪魔で切りに行っちゃうのよね。わかる、もうね、何度切りそうになったことか。一回ハサミまで持ちかけた私。もう無理だ、切りたいってなって一回ハサミ持ったんだけど、いや待って、ここまで伸ばしたんだぞって踏みとどまった。そう、そうなの、そうなの。すごいね、難しい、前髪伸ばす難易度高め。その長さアイロン難しそう。そうそうなの、めっちゃねアイロンむずくて、この長さすごい嫌になっちゃう、流れるの。すごいスネオくんみたい。スネオくん、花輪くんか。花沢くんか。すごい頑張ってくって、よいしょ、頑張っていつも。そうそうそう、そう、いつもセルフカットなんだよね。前までは本当に自分でハサミでジョキジョキしてました。そう、え、混ざってる。何さんだっけ、何くん、スネオくん、スネオヘア。なんか混ざってるかも、いろいろ。何さんだっけ、なんかいたよね、こういう髪の毛の人。なんか何くん、男の子だったよね確か。花沢さんか、そう花沢さんでした、こうなってる人。そう、ここがすっごい長くて、花沢さん状態でした。あ、花輪くん、あれ花輪くんか、花輪くんだ、あれ花輪くん、あ、花輪くん、花輪くん、間違えた、花輪くんでした。花沢さんってどんな方でしたっけ。混ざっちゃった。カツオくんの子だ、そう、それだ、花沢さんはカツオくんだ。あ、そう、磯野くんです、それです。そう、花輪くんでした。 Hey baby の子、あ、花輪くんだ、そうそう、花輪くんなんです今。うん、花輪くん、そう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 、 Hey baby の人ね、そうそうそう、いろいろ混ざっちゃった。よいしょ。てれれれれ、てれれれれ、
テレテレテテテンテレテレテテ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 誰も突っ込まれないから危ない危ない、大嘘つきになるところだった。いつもありがとねみんなが正解を書いてくれるから助かってるそう、うふふ、いいね、サザエさんだね。日曜日待ち遠しくなるね。あさってだよ、日曜日は最高だね。サザエさんもあるしね、まるこちゃんもあるし、ラジオトークもあるしちゃっかりちゃっかりラジオトーク混ぜちゃう。そう、日曜日が本当に最近の毎週の楽しみなんですよね。ラジオトークもありますし、週末ですしね、サザエさんもありますしね、ちみまるこちゃんもありますし、ラジオトークもありますしね。そうそう、そう、ラジオトークとか、ラジオトークとかねありますしねそうそうそう、日曜日のまるちゃんが始まった時から休みが終わりって感覚、うん、わかる。小学校の時めちゃめちゃそうでしたね。やばい、もうまるこちゃんだみたいな。そうね、あともうサザエさんが終わった時の、あー宿題やらなきゃとかね、あーもう寝なきゃとかね、あるあるだよね、サザエさんね。ね、そやそや言うてね、そうそうそう、ラジオトークね、それラジオトークでね、ね、やっぱあるあるだよね。安心した、みんな共通で。そういうのマジでサザエさん症候群って名前なんだよね。え、すごい、そういう名称が付けられてるの。え、何、サザエさん見てやばい明日学校だとかお仕事だってなるのをサザエさん症候群っていうの。すごいね。ねえ、サザエさんからしたらたまったもんじゃないよね、そんな言われ草してねねえ、サザエさんはねエンターテインメントをお届けしてるのにねえ、すごいね、すごくわかりやすいあれですね。サザエさん全く悪くないのにねすっごいいい噂だね面白い、はあ、そう勝手に見ておいてね、そうおもろいな。ちみまる子ちゃんとサザエさんの前に お父さんかな、商店から見てた。え、いい、商店もね、よく見てました。私も最近もちょっと久々に見たね、え面白いよね。つぐみさん大好き症候群です、かわいいかわいい、はい、いい意味のつぐみさん症候群ですか。いいよね、バイト先の子供過去小2にプリキュア555の話したら昔のって聞かれた。何555って、え、新しい最近のやつね。プリキュアもさあるよね、その年代の世代というかさね、懐かしいな。あ、5？プリキュア 5?5 じゃない？ 5? 5って読むのか。
あったよね、ファイブ。めっちゃ懐かしい。ねえ、めっちゃ見てたな。そう、私の一番最初に初めて見たプリキュアは二人はプリキュアでしたね。懐かしい。そう、そう、プリキュア通った人、めちゃくちゃプリキュア通った世代です。そう、あ、そうそうそう、おつぐみ、そう、お邪魔女ドレミがそうわからないのよ。だから結構 NGT に入ってからみんながお邪魔女ドレミ見てたみたいな話になることが多々あって、そう、お邪魔女ドレミがね、世代じゃなくてちょっと見てみたいよね。面白そう。そう、二人はプリキュアが初めてかな。そう、プリキュア、その二人はプリキュアの光るパジャマとか着てためっちゃ着てたね。懐かしい。わー、セーラームーンもそう、いいな。その時代にも生まれてみたかったね。懐かしいな。わー、トムジェリも見てた。なんかトムジェリは放送で見てたというよりかは借りてきて見てました、家族で。もうゲラゲラ笑ってて。あとスポンジボブとかね、めっちゃ見てた。懐かしい。あとやっぱり土曜日のお猿のジョージと羊のショーンそう、結構毎週そうアニメ見てたな。懐かしいね。懐かしいなあ。あ、ラブベリも懐かしい、やってた。もうドチャドチャに世代です。そう、仲良く喧嘩した、トムとジェリー、懐かしいな。めっちゃ懐かしい。クリーミーマミーってなんだっけ。あれだよね、ピンク髪のやつよね。そう、なんかそれも聞いたことあって見てみたいと思ってた。そう、懐かしいな。そう、アソパソマソとかね、見てました。あ、虫キング懐かしい。虫キング好きだった。兄ちゃんが虫キングすごいやってて、よくそれを一緒にこう隣からこうやって見てたんですけど感じた。そう、なんか見てても楽しい、やっても楽しいし、見てても楽しい。あー、ドラゴンボールも見てたな。ピチピチピッチ、そう、なんかすっごいお名前は聞いたことある。ピチピチピッチ、ベイブレード懐かしい。それこそ、それも兄ちゃんがやってました。 3,2,1 ガーシューのやつねなんかすっごいプラスチックのこういう容器みたいなところにコマいっぱいこうカチャカチャカチャってビューン懐かしい。あったね、そんなの。そう、兄ちゃんがねやってましたね、めちゃくちゃ。うわー、懐かしい、懐かしすぎるね。そう、わかる、プラスチックの白い容器みたいなとこにそう、懐かしいな。そうそうそう、兄ちゃんのそういろんなのも結構影響されてました。懐かしい。ベイブレード、洗面器をスタジアムにしてたねえ、確かに。そう、結構いろんなとこ、その容器だけじゃなくて本当床でやってたりとか洗面器は面白いね確かにこうなってるしね。いやー、懐かしいなー。ねえ、いやー、めっちゃ懐かしい。小学校の頃楽しかったよね、いろんなのあったな。うん、そう、懐かし話、楽しい懐かしい話するの。
そう、ショールームで懐かしい話するとさ、楽しくて止まらなくなっちゃう。めっちゃ懐かしい。うん、あとはや、なんだろう、女の子のおもちゃとかお遊びって言ったらやっぱりリカちゃんとか、リカちゃん人形とか、あとシルバニアファミリーとかかな、でしたね。うん、そう、私シルバニアファミリーを持ってなかったんだけど、リカちゃん人形を持ってて、なんかドレスルームみたいなのとか集めてました。そう、なんかこういうドレスルーム、ドレスをかけれるお部屋みたいな、こういう建物のおもちゃがあって、そう、そこにドレスをかけてとかやってたな。懐かしいな。ねえ、ねえ、大人っぽくなっててびっくりした。嬉しい。そう、毛が伸びたんですよ。嬉しい。いやー、懐かしいね。シルバニアファミリーね。そう、いとこが持ってて、そう、よく一緒に遊ばせてもらってました。あの、もうなんていうの、シリーズを超えてリカちゃん人形でシルバニアファミリーに遊びに行ってました。もうごっちゃごちゃ。もうわけわからんくなっちゃってたんだけど、そういうとこがシルバニアファミリーのうさぎさんとかお家を持ってたから、私はリカちゃんとしてシルバニアファミリーの世界にそう、無理やり無理やり入り込んでました。こんにちはとか言って、あの頭でっかいからゴーゴーゴーみたいな。もうサイズ感が違すぎるからね。そうそうそう。シルバニアファミリーのさ、動物たちはさ、あ、こんなじゃない、大きさが。だからこう、そのお部屋の中にこうやって立てられるんだけど、まあ、リカちゃんはもうシルバニアファミリーたちからしたら巨人なわけだから、まあこうお部屋に立たせられないわけですよ。だから寝かせてました、お部屋にも。こうやって伝わるかな、もう立たせられないから寝かせて立ってるってことにしてました。そう、懐かしい。楽しい、やっぱおままごととかさ、そういうごっこ遊びってやっぱ楽しかったなってすごく思います。待って、あ、よかった、戻ってこれた。聞いてください、 iPad の充電が切れたので急遽携帯から引き継ぎしますね。どう、流れ見えてる？よかった、無事に戻れて。携帯から今引き継ぎしてます。すごい、二台持ちって便利。よかったよかった、引き継ぎできた。やっぱ iPhone の充電器で充電できないのかな、 iPad って。よかった、引き継ぎできました、無事に。画質変わったでしょ。そう、携帯でしてます今。よし、ちょっとそう、置くのがないから手持ちになっちゃうか、ちょっと酔っちゃうかな、思ってね、なんとかして置き台を見つけたい。困ったなあ。あ、こうじゃないけど低いな、ちょっと高さが欲しいから、兄ちゃんのお部屋にあるものでいろいろ代用して。できた、天才、できました。なんとか無事に固定できた。あ、そんなこんなでも10時でかな、10時になっちゃう。あ、パパパパ、わ、あと4分か。そう、兄ちゃんのお部屋なんですよ。よし、じゃあランキングも読んでいっちゃおうかな。あ、なんか引き継ぎしちゃったからかランキングが変になってるな。あ、出てきた、よかったよかった、よかったよかった、よかったよかった。あ、
そっか、弱いんだね、やっぱり大きさ違うもんね。つぐちゃん、昨日使ってたリップ教えてほしい。嬉しい。何使ってたっけな。でもいつも一緒だから多分これだったはず。ずっと最近はこの2点セット、ロム&のジューシーラスティングティントみたいなやつの25番の色をピョンピョンって塗って、上からこれ3のグロスをピョンピョンって重ねてた気がする。多分今塗ってみるね。一緒かな。確かね、昨日もこれだった気がする。まあ、よく読めましたでしょ。英語読めるんだ。確かね、昨日もこれだった気がする。多分なんか色味の雰囲気とか違うかな。違ったらごめんね。だけどこれだった気がする。まあ、OK。あら、今日誕生日です。おめでとうございます。嬉しい。大事なお誕生日当日に見に来てくださって嬉しい。ありがとうございます。おめでたいね。素敵な一年にしてください。嬉しい。ママ最近すごいママ言っちゃうんですよね。おめでたい。ママ。じゃあみんなにスクショしてもらおうかな。おいしょ、よいしょ。ちょっと iPad から急に画質が変わってしまったと思うんですけれども、もしよかったスクショしてください。どうしようかな。すごい、急にさ iPad でやってたからさ、画面がちっちゃくなって距離感が分からなくなってきて。あ、今日はそう、素敵に髪を巻いてもらったので、せっかくだから、あ、全然つかめなかった。毛が長い。プリキュアポーズ。プリキュアってどんなポーズしてたっけ。これセーラームーンかも。ウィッカ確かこんなポーズ。絶対違う。よいしょ。うん、クマ、じゃあクマしよう。よし、できたかな。そう、長すぎてね、こっちの目に光が入んないの。よし、撮れたかな。よし。ありがとう、今日もたくさん。じゃあランキングを読もうかな。読んでいきたいと思います。いきますね。13位が金堂さん、ありがとうございます。猫。そして12位が坊さん、ありがとうございます。嬉しい。そして11位が
みゆう、ありがとう。嬉しい。そして、10位が、にんなちゃん。ありがとう。嬉しい。そして、第9位が、茨城のゆうきさん。ありがとうございます。嬉しい。そして、第8位が、お、パチパチ言ってくれて、ラブポテトさん。ありがとうございます。嬉しい。そして、7位が、あ、いや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 、どこだ？隠れてるかな？あ、いた。7位が、3日連続とか聞いてないさん。聞いてないよね。ありがとうございます。嬉しい。そして、6位が、きーちゃん、ちゃんま。ありがとう。嬉しい。かわいい、ぐるたま。そして、5位が、けい。ありがとう。わいわい。ありがとう。嬉しい。そして、4位が、たーさん。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。そして、3位が、まやとさん。ありがとうございます。元気ですか？そして、第2位が、なにこれ、かわいい。ホッピングが苦手さんかな？って合ってる？あ、アルバナードさんだ。ありがとうございます。押したら出てきちゃった。かわいいおじちゃん。ありがとうございます。そして、第1位が、シャミさん。わーい。ありがとうございます。今日も嬉しい。見に来てくださって。ありがとう。ということで、ランキングの皆さんも、そしてランキングじゃない皆さんも、みんなめちゃくちゃ見えてますのでありがとうございます。本当に嬉しい。楽しかった楽しかった今日は金曜日か。ということは皆さん平日1週間お疲れ様でしたですね。今週も偉いです。お疲れ様ね。えこちらこそありがとうね。昨日ねたくさんずっとゲラゲラした配信をお送りしたんですけれどもまたねああいうたなたなメンバーとダメってゲラゲラした配信もまたしたらできたらいいなと思うし、こうやってのんびりみんなのねコメント読む配信もしようかなと思うのでまたぜひ見に来てください。そう終わっちゃうの。ありがとうございます。嬉しい。たくさん見に来てくださいありがとね。じゃあそれでは日曜日ね、日曜日は夜の11時からラジオトークでお会いしましょう。じゃあ皆さん今日もお疲れ様でした。ありがとね。